こんにちは、ハルアンです。今日はエビワンタンを作りたいと思います。自分でミンチにしてこうシュッと包んでね、作るエビワンタンはとってもプリプリで美味しいです。まずはじゃーん、エビ。そうしたら殻を剥いていきます。殻はだいたい足の方を先に取ってから、なんて言うんでしょうね、まあ、取れるように取ってください殻をね、こうやって剥いて、で殻を剥くのがめんどくさいなと思った方は剥けエビとかでも全然いいと思います。殻が剥けたらエビのここぐらいのところ、まあ、適当でいいんですけど、ここら辺にヒュって爪楊枝をこんな感じで刺しまして、上にスーッと引っ張ると、ちょっとね、生々しいけどね、見苦しいかもしれないけどね、背ワタが取れます。背ワタをきちんと取ってあげた方が美味しいです。なのでこんな感じで一匹一匹背ワタを取ってみてください。そしたらこれは鶏もも肉です。今回はエビだけじゃなくって鶏もも肉も一緒にミンチというかね、叩いていきたいと思います。エビだけでも美味しいんだけど、ちょっとねこうやってお肉が入ることで美味しさアップです。鶏もも肉を先にちょっと粗く切っておきましょうかね。じゃーん、ボウルに入れます。レンコンです。レンコンをみじん切りにしていきます。普通はね、ネギとかを結構入れるパターンが多いんですけど、長ネギとかね、玉ねぎとかだけど、今回はレンコンにしてみますね。そうするとね、食感がまた違って楽しい感じで美味しいです。よいしょ。このボウルの中に調味料を入れていきます。まずは片栗粉を大さじ3杯、2、3、鶏ガラスープの素を小さじ1杯、お酒を大さじ1杯、醤油大さじ1杯です。最後はごま油。ワンタンの皮に包んでいきたいと思います。このワンタンの皮はちょっと薄めだと思うんですよ、餃子の皮とかよりも。だからなんていうのかな、プリプリして美味しいんですよね。スプーン1杯弱ぐらいをこんな感じで乗せて、ちょこっとお水をつけます。でペターって向こうと重ねて、八つ橋みたいに私はするのが好きです。こんな感じ、ちゃんとね、閉じ目をしっかりしてあげれば大丈夫です。はい、できました。包めました。全部ワンタンの皮で包んだわけじゃないんだけど、お皿に乗り切る量だけ茹でていきたいと思います。オープン。ブク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 ーと、はい、茹だったお湯の中で、ちょっと待って、茹だったお湯の中にちょっとごま油入れてあげてください。ポタッポタッ、ぐつぐつ言ってきました。だいぶこう見るとエビがちょっと赤くなってるの分かります？火が通った印ですね。でもちょっと私心配なんですよ、お肉も入ってるし。だからもうちょっと茹でます。火弱めなきゃ。あげます。よいしょ。ざるにね、あげてくださいね。よいしょ。そしたらワンタンをちょっと水で締めます。水でね、しっかり締めておいてくださいね。切った材料すべてを器に入れました。すごい色とりどりで綺麗ですよね。ネギだけじゃなくってトマトとか生姜、トマトはねお好き嫌いでいいんだけど、生姜とかニンニクも入れても美味しいです。そしたらね、ポン酢をドバーっとかけます。ネギとトマトに絡む程度かな、こんな感じ。そしたらお砂糖です。小さじ1杯程度加えます。そうしたらよーく混ぜてあげます。ジャバーっと器に盛ってあげて、かければかけるだけ涼しいこんな感じで
具沢山にかけてあげて、最後にポン酢をシャーッと。このタレはね、好きなだけ好きな分量で作れるから、大体の目分量で作れるから、全然何にかけても美味しいからね、おすすめです。こんな感じ、完成。もうすっごいツルツルだから、なんていうのか、食べるとスルって、もう本当に美味しいです。でね、エビも鶏もも肉もプリプリだから、もうなんていうのかな、もう本当にね、美味しいさっぱりだし、しかも何個でも食べれちゃいそうな勢いで、エンドレスエビバンタンって感じかな皆さんもぜひぜひ作ってみてください。この動画で少しでも美味しそうと思ってくれた方は、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。